はい皆さんこんにちは村長ですちょっと動画が久しぶりです開発にとっても時間がかかっていましたチャット GPT の API を使ったオリジナルのソフトチャットエキスパートがですね今回バージョン1.9というのになりました1.8.4というのをちょっとすっ飛ばしまして1.9というのはですね 僕が今まあ本業としてやってます音楽ですけれどもその中のコード進行にバリ強いチャット GPT その使い方というのを提案できるようなソフトになっています今回のバージョンからですね今画面に見えてますように今までのチャット EXE とそしてコード EXE というのが連動するようになりました 今回のアップデートはですからとっても大きなアップデートです。チャット EXE を立ち上げます。はい。これが僕のチャットエキスパートです。内容的にはチャット GPT をオリジナルのソフトとして使えるようにしたものです。何が違うのものすごく違います。まだまだ認知度は少ないんですけれども、使ってもらった方は とっても重宝に使ってくれています。それはなぜかというと、チャット GPT 本家より、とっても回答がいいからです。この仕組みというのは、システムロールと言いまして、いわゆるチャット GPT に、それぞれの専門家になって動いてもらう、そういうシステムロールという、おまじないをしてあるからです。どれをとっても、 少なくとも1.5倍とかですね、そのぐらい回答がしっかり返ってきます。たくさんのモードがありますので、右クリックをして、専門家メニューというのをすると、このようにいろんなアドバイダーがあったり、方言のメニューということで、方言でおしゃべりしたりとか、そういうのがあります。またいつかはですね、この高機能を全部説明するような そういうような動画も作ってみたいとは思うんですが今日はバージョン1.9でできました音楽そしてそのコード進行というのにとっても強いところを見ていただきます。 通常のチャット GPT で聞くとですね、コード進行を教えてうんぬんというようなことでやってもですね、なかなか思ったような回答が出てこなかったり、参考にはできるという程度しかできません。でも僕のソフトはですね、こうやって右クリックメニューの専門家メニューにコード進行アシストというのがありますので、これを押してもらいます。 するとですね、先ほども言いましたもう一つのソフトが自動的に立ち上がってきます。ちょっと右の方なんかにこのように配置をしていただくといいんではないかなと思われます。これはどういうふうにするかというと、音楽のコード進行用のプロンプトのジェネレーターです。いわゆる E プロンプトを書くためのものです。それはですね、このようにキーを選択します。 例えば D のマイナースケールにしたいと思います。そしてイントロと A メロと、例えば感想と大サビとアウトロと。こういう風に選択すると、これはほぼ95%ぐらいの確率でちゃんとこのように教えてくれます。そして曲調を選んでおくとですね、そういうような雰囲気を作るためのコード進行。 そしてこの使用コードというのはあるんですけれども、これは気分程度と思ってください。なぜかというと、ここでジャンルを選択します。ですから、そのジャンルにあったものをチャット GPT は探そうとしますので、ですからコード進行というのは、こちらがこうしてくれと言ってもですね、向こうは向こうでこれがいいんじゃないかというのがありまして、そういうふうなまあ仕組みなんです。 ですけれども、このオレンジ色のボタンを押しますと、プロンプトが自動で生成されます。こんなように書けるわけです。まあ、もう内容に対しては言いませんが、まあ、音楽のコード進行を作成したいと、キーは何々で、ジャンルはどんなもんだというようなことです。それをこのように自動的に書いてくれまして、クリップボードにコピーというのをしまして、そして、 こちらのチャットエキスパートに来まして、コントロール V で貼り付けをします。今日初めて見ていただく方には、TTS で自動的に答えを喋ってくれたりとかですね。英語の場合は少しゆっくりめでわかりやすく英語を喋ってくれるとか、 そういうような盛りだくさんの機能がありますので、以前のバージョンとか、僕のホームページのところにもですね、これだけは見てほしいというような動画を貼ってありますので、概要欄から飛んでいただいて見ていただく、そんなようなことをやってみてください。そしてですね、これでセンド。 エンターキーででもいいです。このようにします。セキュリティのブロックがかかる方もおられると思うんですけれども、許可をしてください。セキュリティのことなんですけれども、たまにはですね、ウイルスのような認識をする、いわゆる誤認識っていうやつなんですけれども、そういうことがありうる。それは僕のソフトだけじゃなくて、超有名な会社のソフトでもそういうことが起こりうります。ですけど、僕の方は、 ちゃんとウイルスチェックをしております僕のことを信用してくれないと意味はないんですけれども今画面に出てきましたようにこのようにコード進行が選ばれますこういうふうにいろいろ出た時はですね分けていただかないといけないんですけれどもこの出方によってはこのようにポップスを選んでこうしますね、えー、別にこれはポップスだからどうのこうのではないんですまたちょっと違うやり方でやってみます 必ずですね、回答とともにですね、どういうような形で提案したかということを出してくれます。そして、ちゃんとセクションは言った通りに出してくれます。はい。このように出してくれましたらですね、まずはイントロを聞いてみましょうとかいうことであれば、ここをこうやってコード進行を再生というのをしますと、こんな画面が出てきます。ここで、 ベロシティを変えたりとか、BPM を変えたり、そして4ビートで聞くとかですね。あと一応簡単にですが、雰囲気をつかむために楽器、ピアノとアコギと、そしてシンセサイダー。これで音が鳴るようになっています。ここでコードを主張というのを押します。はい。 このようになりますし例えば U ジャムなんかに持っていくような時にはキダムより全音符で持っていきたいとかいうようなことがありますそのいう時はこの全音符モードにしていただきましてもう一度聞いてみますこういうふうに聞けるわけですねそうしまして MIDI のエキスポートもできるように作ってあります。ですから、こうやって MIDI のエキスポートというふうにしますと、はい、こうなりまして、ダイアログで出しましたよという確認ですね。これまあ日本語で出るようにしといてもいいですね。細かくはまたマイナーバージョンアップをしていきますけれども、OK を押していただきます。そうしましたら、どこにどんな風になったかと言いましたらですね、 はい。これが動いているホルダーのところに MIDI エキスポートというホルダーが自動的にできるようになっています。ここを開いていただきます。そうすると、このように日付、そして MIDI temp MID、いわゆる MIDI のファイルですね。これができます。ちょっとこれを最前面で固定しておきましょう。そうしまして、ここにスタジオ1があります。ここにですね、ピューッと と引っ張っていただくとこのようにですね音符が来ましたもう一度復習のようにしておきますねもっと複雑なコードを出してみましょうキーは同じにしておきますそうですねちょっとジャズ風にまあ、フュージョンにしましょうそうしましてそしてクリップボード はいこのようになっています。ちょっとなでもう一回復習をこんな簡単なことなのにしたかと言いましたらですね、編集をしたいときもありますよね。例えばオンコードにしたいとかですね、そういうのができるようになっていまして、例えばこれをコピーしてですね、こちらに貼り付けてもらいます。いわゆるここが編集のようにして使えるわけですね。G7ONC とかしたいようなときがあります。 こういう時は、ひっつけて、スラッシュを入れまして、半角のスラッシュですね。そうしまして、C。こういう風にすると、G7 on C です。スペースとかを開けてはダメです。このようにできますし、一小節に二つやりたいというような時がありますよね。そういう時は、スペース空けてもらって、F。このようにしますと、ここで一小節で二つ使ったことになります。 これでここででもですねこのようになぞりまして右クリックでコード進行再生というふうにしたらこの画面になりますちょっと一応視聴だけしてみましょうここにこのようにですねサンプルというか読み込んだものがちょっと太字で出てきますのでこれを4ビートのままやってみましょうかそうしましてコード視聴をやります はい。G7 のところでちょっと低い音が鳴ったの聞こえましたでしょうかいわゆるオンコードというか、ベース音とかいうような言い方もしますが、いわゆるオンコードで、そしてコードが2つこの小節にありましたので、半小節ずつ音が鳴ったということになります。向こうでは UJAM でやりたいと思いますので、2ビートということにしておきます。そしてエクスポートします。 はい。これは少々長くても、ものすごく早く出てきます。ですから、はい。このように、また、フォルダーを持ってきまして、スタジオワンの方に移行します。そして、この下側の方をドラッグドロップします。はい。そうしましたら、半小節で変わったところ、ここありますよね。ここの部分です。このように、 半小節送りとか、最大4つまで送ることができたりします。あとは全部ですね。二分音符になってますけれども、こういう風になってるわけです。そうしましたら、ここにですね、Ujam の防具という素晴らしい音源がありますけれども、これをですね、鳴らしてみたいと思います。 こんな感じですね。また UJAM の方ではですね、いろんな演奏スタイルを変えれますので、そして今ですね、ちょっと気がつきましたけれども、まあ、キースイッチのところに入ってしまった音があるんですね。これですね。これは、えー、とちょっとオクターブ上げときましょうか。はい。 このようにですね、コード進行、そしてですね、プロンプトジェネレータ、ー、これとうまく組み合わせていただくと、こういう風になるわけです。で、この出方がですね、ちょっと気に入らないなと思った時は、もう一度専門家メニューで、コード進行アシスタント、これをやっていただいたりするとですね、より変わった出方をしてくれたりします。同じプロンプトでクリップボードにコピーしてみますね。 そうしまして、貼り付けします。はい。一番ね、僕のソフトでうまくいくのはですね、こういう出方の時は特にうまくいきます。この文字ありますよね。この文字も自動的に消せるんです。このようになるように、一応はプロンプと書いてるんで、8割方はこのようになると思うんですけれども、ここでですね、 このように全部選択してみますねそうしまして、えー、とこれをするとですね「イントロ」とかいう言葉が自動的に取れましてですねこのような形にできるわけです。でこうするとですねもう一発で出せますのではいここからまた。 ちょっと違うパターンで演奏してみましょう スタイルをどんどん変えていってます。 はい、こんな形にですねチャット GPT からですねコードを出してまあドラッグアンドドロップね本当はしたいんですけどちょっと難しいんですよね僕もですねプログラマーが専門ではなくてサウンドエンジニアなんでですね今回このチャット GPT というのが世の中に出てからですね昔はプログラムをやってたんですけれどもそのプログラムをやっていたことを思い出して パイソンという全く知らないプログラム言語をですね、触りながら、そしてチャット GPT に聞きながら、そして腹が立つことにですね、どんくさい時もあるんですよね。もうイライラして、お前はバカかとか言ってですね、喧嘩腰になりながらやってました。先日友達がですね、村長の Facebook はですね、なんか今日も怒ってるやんか。 とか言うてですね、冗談でお話をくれた方がいてたんですけれども、けんけんガクガクしながら、そしてこのミディで音鳴らすっていうのは案外難しいんですよね。えー、それをちょっと一番時間がかかりましてですね、ようやく皆さんにお届けできる。そんな風になりましたので、今回ご紹介させていただきました。全部無料です。 ただしですね、ChatGPT API というね、約1000文字ぐらいの量でですね、0.0002ドル。これって実際はですね、まあ僕のように開発で使っててもですね、月に何百円というような金額でですね、使えるほどですから、皆さんだったら缶コーヒー1杯分ぐらいで1ヶ月十分遊べるんではないかな。 というようよな金額のものもです使わなかったら0円ですからですね安心してご利用できるような API の利用料金だと思いますので皆さんもぜひ一度やってみてくださいただしですね Mac の方もやはり DTM をやってる方には多くてですね Mac ではないのというような声もあるんですけれども移植することはそんなに難しいことではないんですけれども僕の手元に Mac の環境がないですので当面の間は Windows のバージョンだけということでご勘弁くださいいろんなことがとっても強力にできる ChatGPT 画像生成も一発でステーブルディフュージョンの方に飛んでいったりできるような機能がありますのでとっても便利だと思います それ参考にちょっとだけお話ししておきますけれどもステーブルディフュージョンというのはここでプロンプトを書いてもですねかわいい女の子こんな風に書いてもですねこれ日本語じゃ無理なんですねでも僕のやつはコントロール・エンターを押すとですね一発でこのように英語に変わってくれますですから長い文章を書いといてもですねいわゆる翻訳機能があるんですね それでは今回ですね、コード進行にめっちゃ強くなった僕のチャットエキスパート。皆さん無料ですからどんどん使ってみてください。また細かいところはアップデートしていきたいと思っています。村長でした。